綺麗な部屋でしょ。もう8個ちょっと横になっていいっしょ。怖い顔してるんだけど、誰？誰怖い顔って全然しないけど、なんか考えてそうなの。考えてないよ。ただよ、欲しいと気持ちよくなって新しいの買えたの。笑ったよ。いいじゃん、そのそれで気持ちいいじゃん。こう晴れること何も考えてないね、マジで。ハチ君もお風呂入るんでしょ、結局。なんそう怒ってんの。いや、怒ってないよ。言い方がなんか入るよって普通に言ったら入るよって、普通に普通だよ。なんかちょっと怒ってて、や言い方じゃん。怒ってないよ。怒ったらもっとひどいよ。持ってみてやばい。ヒステリーになるわけでしょ。靴は入らない。何？それは入らない。お置いてった人、前のね、元カノがここに来たの。前のね、あの3月のね、あれから全然変わってない。だって前に冷蔵庫そんななかったじゃん。なかったけど、置いてってさ、ここに来たの3月ぐらいだ。ずっと放置してずっと放置してて、だって私がそれ、ま、その後に来てんじゃん家。だからあったので、なかったか、私見たもんだって冷凍。多分奥に入ってた。触ってないもん。いや、捨てちゃえばいいじゃん、そんなの。窓から投げちゃえば。窓かい。捨てたやん。こうやって連れ込んでんだ。連れ込んでないよ。おうちに。そんなことないわ。怪しいね。しっとりビスケットサンドを調べてください、皆さん。いつ発売されたものか。しっとりビスケットサンドはいつ発売された。落ち着いて撮る。落ち着いてやん。AI にマジ付き合ってるよ。だからお家、今日3回目だっけ。そうだね。ね、うん、お家来たの。あんまりは来たりはしない。うん、東京の方出てくるにはいいよね、ここ泊まりしても。来年はちょっとね、しっとりビスケットサンド発売日2018、首都圏2018年9月って書いてあるよ。何2018年。しっとりビスケットサンドの発売日。だいぶ前じゃん。2018年の9月、最近だよ。うん、だけど3月の発売されてないよ。発売はそうだよ、そりゃそうじゃん。だからあれから何も触ってないんだって。前からあるよと。あ、これあれなんだ。この辺が痛い。でもお風呂入ってからがいいんじゃない。絶対荒れるよ。そうかな、ここがすごいね。だってもう荒れてんじゃん、皮膚。じゃあこれ、あの毛が、毛、うん、カミソリ負け。ヒリヒリしちゃうよ、ほら。いや、全然もう色調沈着だから、これ。大丈夫だ。お風呂入ってからにしよう。うん、その方がいいよ、絶対。そう、3回目だからさ。1回目あれだよね、初めて付き合った日に来たんだよね。うん、お家でね、来たね。付き合ったその日に初めてお家に来たの。名刺。
で裏は自分であのハチ君を描いた絵、私のモンジョリのマークとハチ君のね、こういうアイコンが一緒に、これは愛の、これは愛の結石だっけ、結晶だっけ、これ裏はこれ二人の愛の印なんだって、これなんでこの格好するの。ちょっと待ってじゃん。じゃあ薬塗りたいんだよ。あ、これ塗ってあげようか。どこに塗るの。ちょっとここでは塗らない。いいじゃん別に。どこで塗るの。ここ、あーそういうこと。あ、はいはい、痛い痛い。 お股に塗るのね。お股のこう、なんつうの、このコマネチラインね。結構痛くない、この辺。痛いね、うん、ちょっと準備しよう、本当に。やんの、そこ、あの、そっちはさらっとできるじゃん、俺難しいから。何その言い方。いや、その言い方っては違う。男より女の方が準備時間かかんだけど。まあまあそうだけど、メイクはね、メイクで髪の毛も難しいですけど。巻くの今日。巻かない、ストレート。すごい、バカにしてんの、女を。言ってないじゃん、何も一言も。そういうとこあざといよ。おい。お、何これ、お茶バッグ、何、ラブさん、ありがとうございます。本当は熱いんだけど。あ、お茶バッグ、何バッグ、え、50バッグ。ちょ、もうザックザック、わかんないんだとか言う。ザックザック、ほんとにわかんない。わかんない、待って、わかんない。お茶バッグ、ありがとうございます。誰、クイーンさん、わかんない。ザックザックって言う。あ、ザック、ありがとうございます。わかんない、ほんとに。どうやって見るのこれ。こうやって普通に、普通に。何、普通にって、これ名前を読んであげてザックザックして。そう、名前の見方がわかんないんだよね。ほんとにわかんない。自爆ね、ダメよ、全部私のもの。あ、お茶バッグ50、ありがとうございます。はい、ザック。あ、ザック910、え、13、ありがとうございます。ザック、ありがとうございます。50、ちょっとごめんな、本当にマジで。あ、はい、はいはいはい、来たよ来たよ来たよ。あ、ザック、ありがとうございます。アサディちゃん、アサディさん、アサディちゃん、ザック、ザック、あ、ザック、ありがとうございます。あ、ザッ、あ、ザッス、もう大丈夫、うん、はい、あとは任せて。はい。今乗る？もう反射して。ちょっと上げて。ちょっと待って、ここ脱がないと。わかんない。どこ？はい。はい。ここ？全部。全部？痛い。張ってる。痛い。カリッ。どっち？ここの方。ね、塗ってよ、そこも。ここ。あ、そこね。うん。はい。30分のが1万円ぐらいでいけるかな。お願いします、すいません。よいしょ、こんばんは。はい、こんばんは。よろしいですか。はい、はい、ね、とりあえず渋谷まで向かってもらっていいですか。はい、はい、わかりました。それか新谷くん、新谷くんに、新谷くんの LINE 知ってる。いや、わかんない。でもダメだ、これ以上太ったらダメ。なんで。ちょっと身長と体重が比例しない。いいよ、ダメ。ちょっとガッチリした方がいいんだよ。もう歩けなくなる、体が。足が持たなくなるよ。そうなの。ダメだよ、不健康な体。うん、もうちょい筋肉つけてもいいかな、肉をね。ようなプロテイン、うん、この辺とかね、痛くなってるから。足はつけなくてもいいんじゃない、ね、大事くない。上だよ、上、上、ここ背中とか腕とかだよ、男は。ナナちゃんは痩せようとね。いや、そんな話は、まあ、とにかく毎日何とかやってるんで、やってれば。頭鍛えてんの。仕事だよね、仕事やんないと。仕事
頭切られるんだよ。仕事は体を使って働いてる。ああ、鍛える、うん、そこ毎日ね、休まないってそこ偉いじゃん、休まない、休まない。そうね、うん、本とか読んだりとか。そう、新聞読んだりとか。好きなのやってれば大丈夫。先生ですか。いや、なんもないです。もうこれ以上なんもないから大丈夫だよ。え、ない、ない、なんでもないから。どうしたの。なんかハチ君暑い体。きついんだって。だからみんな一緒だ。きつい、みんなきつい。なんで今日打ち上げなんかやんのよ、こんな疲れてんのに。みんなおかしくない？ちょっと、確かにね、みんなどっぷり疲れてんのに、わーとはなんないよね、これね。ご飯食いに行きます。それは思ってたでしょ。もうダメよ、楽しく行きましょう。みんなイライラしてんじゃん、疲れて。もうそれはもう楽しんで、パーッとね。みんな疲れてイライラしたいとこ。もう明日休みしよう。わかんない。なんでそういう嘘つく。わかんない。だってシフト制だよ。休み取ったんでしょ。取ったけど、わかんない、入るかもしれない。休みってさっき言ってた。別に隠す、休みは休みでいいじゃん。なんでそこ仕事とか休みにこだわりを持つの。いいじゃん、休みを取ったんだでいいじゃん。周りがあと自信を持って。ハチ君、こんなんでガチャガチャ言う人いないかも。休み取ったからって。いいじゃん、明日はゆっくりしてればいいじゃん。いいね、休み。ゆっくりできないよ、明日の仕事の、あれ、家のことだよ、家のこと。助けないと。それやって、ゆっくりしてればいいね、もうちょい。山積み、宿題みたいな。何？何見てるのって。なんで見ちゃダメの。どうした、落ち着かなくなった。みんな疲れて、だんだんおかしくなってきた。みんな、今日は事件が起きますよ、渋谷の街。みんなに怪しげな行動を取るようになってきた。何かが起きそうね、今日はね。私が何か起きそうって言った日は絶対何か起きるからね。これは今まで必ず起きてきてるから。奈々ちゃんってマラミンと仲いいの？なんか昔仲良かったんだけど、まあ、お互いの相違の違いで今はあまり関わらないっていう感じになってる、うん、有名な話よね。ちくんが一番大丈夫。心配な時期。舐めそうだって早く言ってね、無理しないの。我慢しないのね。我慢して前も具合悪くなったじゃん。具合悪い時はもう早く言ってね。やばいよ。無理そうだった。赤旗。赤旗？白旗じゃなくて赤旗見てるから。それはちょっと危ない方じゃないかしら。赤旗。白はもうね、幸福でしょ。赤は。のろしが上がっちゃうんじゃないかしら、うん、やる気満々ね、今日ね。そういう意味じゃなくて、赤旗ってそういう意味でしょ。もう返し、赤旗ってどういう意味だっけ。なんか違う、戦いののろし、戦じゃないよ。きつい。眠たい。もうご飯食べ、ご飯食べて。お腹は痛くないの。ここですか。お左。はーい。左行ってみーね。
そうだね。俺、うん、じゃあ上がって。よし、はい。狭いね、結構。あ、痛い。嘘でしょ、これ。やめて。山だよ、これ。山、また。これは地獄だわ。うわ、あれ、嫌がらせかしら。きついよ、この坂。痛い。また山です。富士山。ごめんな。富士山の感覚だよね。これ、反省してていいのかな、私。みんな、OK、あ、いい。よし。貸し切り中って書いてあるね。ほら。貸し切りでございまーす、今日はね。はい、8個開けて。あ、お疲れ様です。お疲れ様でーす。ごめんなさい、遅くなって。すいません、来てます。あ、ちょうどぴったりぐらい。おつじょり。おちゃりー。じゃりじゃりー。